トーランス、トーランス、英語、トランスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州南西部に位置する都市。ロサンゼルスのダウンタウンから、南南西へ、約12キロメートル、ロサンゼルス国際空港の南約7キロメートルに位置する。人口は14万5438人、2010年国勢調査で、ロサンゼルス軍、ロスアンゼルスカウンティで7番目の規模である。 産業が盛んで、ロサンゼルス軍南部の商業の中心地でもある。日本企業が多く、日系人が集中している地域としても知られている。トーランス氏は1911年に不動産、開発業者のジャレット、シドニー・トーランス、ジャレド・シドニー・トランスによって創設された。1921年には、市政が施行され、著名なランドスケープアーキテクトである。 フレデリック・ロー・オルムステッド・ジュニアによって、工業、商業、住宅地域が生前と区画整理されたトーランス市の本都市計画が作成された。1921年に石油が発見され人口が急増。1950年代の初めには600を超える数の油性が存在したものの、1950年代後半から原油の採掘量が急減し、 1963年までに全ての油田設備は撤去されてしまった。しかし石油産出が枯渇した後も市内の工業地域には石油化学産業をはじめ、ボーイング、ヒューズエアクラフト等の航空機産業、ホンダ技研工業、アルパイン、パナソニックなどの日本企業を含む約400以上の企業が集積し、盛んな産業活動を展開して現在に至っている。 アメリカが州国統計局によると、トーランス市は総面積5 3 2トル、2 0 5ミリである。市の全域が陸地であり、水域はない。市は太平洋に面している。トーランスの気候は、欠片の気候区分では、CES、地中海性気候に属し、1年を通して温暖である。気温の年角差が小さく、 月間平均気温が最高になる8月でも摂氏26度、下氏79度、最低になる1月でも摂氏8度、下氏46度である。月間平均降水量は、最大でも100ミリメートルに満たず、雨がほとんど降らない月もある。降水量が多いのは、冬季、1から3月にかけてである。気温の最低記録は1949年に記録された氷点下4度、 カシ25度で最高記録は1955年に記録された摂氏44度、下シ111度である。ホンダ技研工業のアメリカ合衆国における販売会社、ホンダオブアメリカが本社を構える。かつて、米国トヨタが本社を構えていたが2017年までにテキサス州プレイの市に移転した。ロビンソンヘリコプター社、ロビンソンヘリコプターズは、 トーランスで開発と設計を実施している。カリフォルニアの航空宇宙産業は、トーランスとその周辺地区で始まった。トーランスにはまた、自動車とオートバイ用のアフターマーケットパーツの主要メーカーである、エデルブロック、エイダルブロック、タナベレーシング、カーオーディオカーナビゲーション機器の米国アルパイン、靴メーカーのラカイ、ラカイの本社がある。パナソニックの DVD、ラムメディアと、 ブルー、レイディスクを製造する工場や、北米で、ハイパンの有力ブランドである、キングスハワイアンの主力工場などもある。トーランスは、ロサンゼルス南部の商業の中心地でもあり、市内には、数々のショッピングセンターがある。中でも、23万2000平方メートルの敷地を、有するデルアムファッションセンター、は、全米最大級ショッピングモールで、ミネソタ州ブルーミントン。 ミネアポリス郊外にあるモール・オブ・アメリカに次ぐ規模を誇る。ただし、測定法により全米4位まで下がることもある。現在のショッピングセンターは1958年に作られたデルアモセンターと1970年に作られたデルアモファッションスクエアの合併によってできた。これら2つのモールは、かつてはカーソン通りによって分断されていたが、 大規模な拡張により1982年に両者をつなぐ形で合併され、当時としては世界一長いショッピングモールとなった。デルアモファッションセンターは、ジャッキー・ブラウン1997年やバッド・サンタ2003年を含むいくつかの映画のロケにも使用されている。1990年代までに世界的な小売店チェーンとなったヤオハングループの アメリカにおける拠点もここに置かれていた。現在は、ヤオハン USA 社を引き継いだ三ツわコーポレーションが、ここを拠点として、三ツわマーケットプレイス等の商業施設を運営している。また、トーランスは1961年に廃止された、パシフィック電鉄の重要な派であった。かつてトーランスは主要な産油地域として、何百もの油性が存在した。現在では、 油性はもう見られないものの、市内及び近郊に多数存在する石油生成プラントにその名残を見ることができる。市の北端にあるエクソンモービルの生成所は南カリフォルニアのガソリン供給の多くを賄っている。事実上、南カリフォルニアのガソリン供給の多くがトーランスから数マイル以内の生成所で製造されている。ARCO はカーソンでガソリンを製造し、ユノカルは サンペドロに生成書を持ち、シェブロンは、州で最古の生成書を、エルセグンドに持っている。今日、トーランスは、ロサンゼルス郡では住むのには、理想的な地域であると考えられており、絶えず上昇する不動産価格にもそれが反映されている。パロスベルです。半島の高級住宅街や、レドンドビーチ、ハーモサビーチ、マンハッタンビーチ、等のビーチに近いことも理由である。 トーランスは産業、住宅地、商業地の主要な三ン間の理想的なバランスを保っている全米でも数少ない都市の一つであるが昔からバランスが取れていたわけではなく過去には産業、財政、ビジネスの拠点都市と考えられていた時期もあったしかし近年の古い工業地域の住宅地への大規模な再開発が莫大な人口増加を生み 現在のトーランスの姿へと変革させた。また、この変化は交通渋滞などの様々な社会問題をも同時に生じさせた。110号線や405号線など複数のフリーウェイが市内を走っている。地元の花形陸上選手で第二次世界大戦の英雄でありトーランス高校、卒業生でもあるルイス・ザンペリににちなんで1946年に 愛称でと呼ばれるトーランス空港がある。同空港は定期便を持たず、自家用機やチャーター便のみが発着する、ゼネラルアビエーションと呼ばれる空港でありながら、発着便数が非常に多く、1990年には24万3324回の離着陸回数を数えた。1974年の42万8000回よりは減少したものの、 空港の騒音の緩和は依然として地域の重要な問題となっている。トーランス統合学区はトーランス高校の5校の高校とそれらの関連学校から構成されている。この学区の学生はサット等の標準テストでは常に平均よりもかなり良い点数を取っている。また市内にはカトリック系のルーテル教会系のもある。トーランス高校は カリフォルニア州で最も古い高校の一つで、あるだけではなく、有名なテレビドラマ、ビバリーヒルズ高校白書、青春白書や、バフィ、恋する十字架のロケに使用され、またレイチェルリー・クック主演の映画、シーズ・オール・ザット、1999年の撮影にも、使用されたことでも有名である。また、トーランス市の南の境界近くに位置する、サウス高校は、五部で、 アカデミー賞を受賞した映画アメリカンビューティー1999年の撮影に使用されている。市内の高等教育機関としては2年生のコミュニティカレッジエルカミーノ大学がある。その他カリフォルニア州最大の語学学校であるランゲージシステムズ、ラングウィジシストムズの文校もある。トーランス市はロサンゼルス軍で最も優れた 図書館システムを持っている都市の一つであり、これには、ケイティーキゲイサートシビックセンター図書館の本館と5箇所の分室が含まれる。市内には2つの主要な病院がある。トーランス記念病院とメアリ病院である。3番目の病院、ロサンゼルス郡のハーバーにある有志アレイ医療センターは、市のすぐ外側に位置するものの、トーランス市の住所を有している。 トーランスには24の公園がある。中心となるのは大規模なピクニック施設と近代的な体育館、スケートリンク及びローラーホッケーリンクを含むスポーツ施設を設置した44エーカーの広さを持つウィルソン公園である。この公園では毎年アメリカ独立記念日に花火大会が実施される。トーランスには全米でも珍しい。 都市内部に保存された湿原であるマドロナ湿地帯がある。ここはかつて産油のため確保された未開発の土地を利用した自然保護区である。トーランスビーチはレドオンドビーチとマラガ湾の間に位置している。トーランス市とレドンドビーチ市で共有されている。そのビーチはしばしばラットビーチ、ライトアフタートレンスの頭文字を取ったものと呼ばれている。トーランスは 毎年5月中旬の軍隊記念日に、トーランス通りで開催される軍事パレードでも有名である。パレードでは、多数の軍用車両が様々な舞台から集められる。パレードの後、軍用車両は2日間、デルアムファッションセンターの駐車場で展示される。トーランスには、日本企業が多く存在するため、全米でも日本人及び日系アメリカ人が、 最も集中している都市の一つである。市人口における日系人の割合は10%にも達する。ロサンゼルス市民には、トーランスはアジア系アメリカ人が非常に多い地域として知られている。2010年の国勢調査時には、市の人口のおよそ1、3をアジア系が占めていた。このため、トーランス市内には、あらゆるジャンルの日本食レストランをはじめ、 日系スーパー、書店等、日系人向けビジネスが多く存在し、全日制の日本人向け幼稚園や小、中学校もあり、ミニ日本人街と呼べるようなエリアを形成している。治安も比較的良いことから、アメリカ合衆国在住の日本人や日系人にとって大変住環境の良い都市として知られている。以下は2010年の国勢調査における、 人口統計データの一部である。基礎データ、人種別人口構成、全米国際姉妹都市協会、シスターシティーズインターナショナル加盟都市、日本の千葉県柏市は、東ランスの姉妹都市である。1973年に、姉妹都市の提携を開始し、日本文化祭の開催、毎年の交換留学プログラム実施、市職員の交流などを通じて、文化交流を行っている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。